こんばんは。12月19日午後4時になりました。321回ですね。しゃべくりマスロー音楽になってますね。はい。今日の松代なんですけれども、まあ始まってますね。はい。今日の松代なんですけども、予想最高気温は10度だったかね。だけどちょっと寒かったですかね。というようなことで、今帰りましてね、勇敢持ってまいりました。なんかいろいろ入ってますね。まあこれはね、生放送ですからね。はい、はい、はい、って私2人で喋ってます。はい、はい、はい、ね、こういうことはね、そうなんですよね。はい、綺麗。まあ、いや、これはね、生放送でないとね、こういうことはできませんね。ね、はい、いいですか。はい、よろしいでしょうか。はということでね、今帰りましてね、勇敢を今ね、勇敢持ってきたんですけれどもね、オスプレイね、この間、浜辺に落ちましてね、そのオスプレイなんですけれども、午後ね、飛行再開というようなことでね、沖縄の人たちはだいぶ怒ってるんじゃないですかね。3面にもですね、3面見てみますとですね、3面にも何かね、そんなようなお話が書いてありますがね、怒るって書いてありますね。これ長野のホテルでいた、あんまり明るいニュースないですね、今日は。はい、というようなことでね、勇敢終わりですね。はい、で、今日のゲストなんですけれども、こちらにね、かっこいいお二人、今日、ご紹介しないで自己紹介で言ってもらえますかね。はい、お願いします。はい、はい、皆様こんばんは。松代甲冑隊真田泡の神こと朝日純一と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、同じく松代甲冑隊矢沢三十郎頼之原山にござります。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。お願いいたします。ところでね、皆さん、このかっこいい姿なんですけども、松代中心に活躍されてるんですか。そうでございます。我らは松代甲冑隊は2009年から、うん、まあ、手作り甲冑を作るという活動からスタートしまして、はい、この松代を拠点にいろいろな活動をさせていただいております。はあ、そうなんですか。はい、原山さんも同じですか。はい、そう、さようでございます。あ、はい、そうですか。ちょっと間違えてね。はい、ということでね、具体的にはどのような活動をされてるんですか。発足当時はですね、長野マラソンの応援と、それから10月の真田十万石祭りという、お祭りに参戦するだけでございましたが、最近では、いろいろなイベント、三十郎写真を送るのでございます。はい、こちらにございますが、お願いします。は、はい、こちらは、造山神社で行われております、ひな流し、それから、ほう、これも同じでございます。はい、これは、春祭りのおもてなし隊、それからこちらは先ほどもお話した長野マラソン。あ、これ沿道で応援してるんですね。そうでござる。さようにございます。なるほど。では続きを、はいはい、これも同じで、同じでございます。これも長野マラソン。そうです。はい、こちらは中町で、今年御柱にお呼ばれしまして、うん、御子殿の護衛につけというような質疑も、うん、かっこいいね、護衛についたんだ。はい、守れたかどうかは疑問なるほどね。はい、まあ、これは文部学校を中心に行われております、うん、おもてなし隊でございますの、この海外のお客様のこの甲冑を着ていただいて、うん、体験をしていただくというようなことをやっております。海外でございましたね。喜んだでしょう。そうでございますの。わかりました。はい、他には、はい、こちらは長野祇園という、長野祇園ってご存知でござるか。いやいや、ご存知でござらぬな。あ、そうでございますか。長野市の、中央通りを中心に出汁が出る、イベントが行う、何年か前から、復活しておりまして、まあ、そのイベントのにぎやかしにも参戦してまいってございます。参戦だね、かっこいいな、参戦してた。うん、か、はい、次は、こちらは
覚えてござるか、ここで拙者お会いしたでござる。ござらぬな、ござらぬな。その後ろにちらっと映っておるかもしれない。私がいるんですか。ふれあいコーナーというところに、ふれあいコーナーというところに、はい、お嬢様でござるか。私がいたんですか。いたいました。いや、私そんなに昔に行ってないんだけどもね。はい、今いや、はい、まあ、拙者らがタイムスリップしてるから。あ、タイムスリップね、はい。こちらは秋に行われた、秋の表参道秋祭りというところで、うん、出陣もいたしたでございます。他には何かあるのかな。はい、これも同じくおもてなしたいでございます、ね。はあ、これは大体の近くなんだけれども、その県外とか海外にも行ってるんですよ。海外にはござらぬ。さすがにちょっと三十の写真を探すことがある。県外は行ってるんですね。県外は行っております。はあ、たくさん行ってらっしゃるんですね。やっと出たことある。こちらはですね、うん、今年の春、上越高田城で行われました100万人の観能会、うん、こちらの武将ステージにお、うん、お呼ばれしまして行ってまいりました。他には何かあるかの、はい。こちらは群馬県の桐生市、うん、何祭りでござったかの。山上豪衛門祭りにござります。もう一度言ってみ。山上豪衛門祭りにございます。そういう祭りでござるな。はい、はいはい。他にはどうじゃ。はい、こちらは、この夏行われました、上越で行われた献身交際でござるの、うん。地獄の献身交祭という我らの中では呼ばれております。いや、何が地獄だったんです。この暑さ。あ、暑さ。ちなみにこれは8月の20日。あ、なるほど。晴天の空の下、上に何もない状態で約2時間半地獄のような演舞をしたと。なんとか将軍って言うんかな。ほら、寒いのは風将軍って言うけど、これは炎天下将軍とか言うんかな。まあいいや、はい。まあ、ちなみに拙者非常に晴れ男でござって、なるほど。どんなに雨が降ってても晴れるという、まあ、この時ばかりはそれが恨めしく思ったということで。雨降ったら困るでしょ、ね。もちろん困ります、うん。これ紙だから溶けちゃったりしてね。あ、それはないでござるのか。はい、続いては、こちらは、東吾妻町に、長野市の依頼で、出陣して参った写真でござるの。はい、では岩淵城の膝元にございますのな。そうでござるの。なるほど、はい、はい、同じく同じくですな。群馬ちゃんと一緒に写ってます。お、なるほど、はい。こちらは、小諸でウォーキング前夜祭というのがありまして、まあ、そちらの方に出陣した、シーンでござる、うん。よく見ると中央にどっからテレビで映ってるような主がいるでござるが、 お気づきでござろうか。あ、すごいじゃない。この人はさ、なんだっけ、仮面ライダー。そうでござる。あ、1号に仮面ライダーが来たの。そうでござる。本物。本物でござる。お、すごいじゃない。そで、サインしてもらってきた。あの誰か。実はサインは非常になんで厳しいこと。あ、ちょっと今真面目に真面目に答えてしまいましたが、非常にあの厳しい状態でござったが、あのこの時はあの真っ白神前大使の小松姫の、平田唯殿にもご参戦いただき、藤岡殿は我が娘であるということで非常に喜んでいただきました。なるほど、いいね、出陣しましたね。ありがとうございます。ちなみに藤岡博士殿に会うためだけに行った出陣でございます。なるほど、そうですか。いやいや、そうでしたか。某ドラマにも出てございましたんでね。お、はい、あ、そうですか、はい、わかりました。では続いて、はい、続いて、こちらはですね、小諸戦国ウォーク、はい、うん、先ほどの翌日でござるな、うん。小諸から上田まで16キロ、うん、は地獄の行軍を歩いてきた。やっぱり地獄とやっぱり暑さで、足の痛さと暑さと暑さと、うん、わらじはきつござるぞ。ぜひ皆の者一度試してみるもよい。なるほど、今度は倒して、見るかの見るかの。はい、では続いて、まあ、こちらはイレギュラー的に銀座などに、うん、出陣した模様でござる、うん。まあ、この格好で甲冑を着てこの写真を撮ったものは、うん、まあ、我らが初めてではないかと自負しております、うん。なるほどね、素晴らしいですな。はい、これまた小諸でございますな。あ、こちら小諸の甲冑野立てというイベントに参加した。まあ、このようにいろいろと県外に県内外に参戦してござる、うん。そうですか、はい、わかりました。ところで、まあ、たくさんのところにね出陣されているようなんですけれども、この甲冑ね、これ自分で作ってるんでしょ。もちろんでござる。これどうやって作るんですか。これどうやって、どうやって、まあ、単純に言うと、うん、我らが、甲冑隊のメインテーマである、うん、紙で甲冑を作る、うん。まあ、これに尽きるので、もちろんこれは紙で作ってござる、うんうん。紙だよね。そうです。
紙でさっき言ったようにその雨で濡れても溶けちゃわないんですね。え、実はこれ特殊な紙を使っておりまして、うん、皆さんご存知かもしれませんが、うん、溶接をする時のお面ありますね、うんうん、はい、先ほど宮坂殿は鉄ではないのかと言っておりましたが、実はあれ紙でできております、うん、あ、そんなこと言ったかね。あ、まあ良いじゃないか、良いじゃないか。ちなみに剣道の胴、うん、あれも実はこの紙を貼り合わせたものでできておりまして、うん、実は非常に丈夫な、水に濡れても大丈夫な紙で最近は甲冑を作っておりでございます。お、あ、じゃあ普通の紙とは違うんだ、ね、そうでございます。新聞紙とかさ、それはペーパーなんだ、ペーパーじゃねえや、コピー用紙なんかなと思っちゃいけねえんだね。そういう紙じゃねえんだ。同じ紙でもちょっと性質が違うんですな、紙とは言ってもね。ございます、うん、なるほどね。特殊な紙なんですね。はい、ところで、ね、なんかそちらの今ちょっと聞い取られちゃったんで、最近なんかこのだいぶ趣向を凝らして出陣してるようなんだけども、どんなことをされてるんです？じゃあこれは演武担当の三十郎から、うん、は、うん、ただいまは槍の演武、うん、それから刀の演武、それに、うん、当初から私どもの、目玉でございました、うん、クラッカー鉄砲というのがございまして、火縄銃を模した鉄砲がございますが、それの先にクラッカーを詰めて撃つんでございますが、そういったものを使ったパフォーマンスを行っております。なるほどね。まあ、それ以外にも三十郎も拙者も普段から浄土に、居合に体は鍛えているぞの。まあそうでございますけど、この刀で切り合いするときに負けぬように鍛えてるわけだな。もちろんでございます。あ、そっか、大変なんですな。いつも刀持って歩いてるの？当然でござる。わあ、そうですか。いやいやいや、どこまでかね。はい、わかりましたということで、その甲冑をね、作ったりその出陣したりしてるんだけども、どうしてこういうことを始めたですか？まあ、やはりどうしてこういう活動を始めたかといえば、やはり町を盛り上げたいというのが一番の思いでございます。素晴らしいね。当然のことながらメンバーは長野町の町内のものだけではないでございますが、我々の総意に賛同していただき、こういういろんなイベントに町を PR するために参加していただいてございます。ちなみに私も町ではございませんのが、違うんです、お邪魔しておりまする。そうなんです。東京あたりで？いえ、東京じゃない。ちょっと東京の外れ。はい、わかりました。で、時間もねだいぶなくなってきてしまったんだけれども、はい、まあいろいろね活動されてるようなんですけれども、これからの目標はどうなんですか？バシッとその世界を制覇する、そうじゃねえか。いや、やはり拙者が思うに、この真っ白でのまた PR 活動というのは、うん、まだまだこれから充実させていかなければならないと思っております。まあ、その活動を拙者らが一つ一緒となって担えて いけるような甲冑隊でありたいと思います。なるほど。三十郎はいかがか。まさにその通りでございます。うん、はい、そうなんですか。はい、でなんかこれからいろいろ考えていることがあるみたいじゃないですか。いろいろと。そうでございますな。うん、今年の真田祭りからちょっと拙者たちは役柄の名前もつきましたので、うん、まあ、そういう役柄を生かしたパフォーマンスであるとか、うん、また、演舞もいろいろともっと趣向を凝らしながら、お客様を楽しまれるような活動をしていきたいと思っております。いろいろその活動してると仕事にも差し支えるんじゃない？仕事はあるんでしょ？もちろんあるでございます。春山さんもお仕事はやっております。こんな活動して甲冑作ってて、仕事ちゃんとしてるんですか？仕事はバッチリやっております。週末侍と呼ばれておりますので。あ、何？週末侍と。週末侍。なるほど。月から金はちゃんと仕事してるんだ。そうですか。わかりました。で、いろいろね、先ほどお聞きしたんだけれども、そこら辺来てて暑くないですか？もちろん暑いでございます。まあ、今日は、うん、まあ、ちょうど空調も効いているので、うん、汗もかかず心地よいでございます。そうですか。さっきね、刀持って歩いてる時に、まあそういうのはいくつもあるんですか？その甲冑なんだ、甲冑はうちには甲冑、この甲冑、そっちの甲冑なんで3つとか4つとか5つとかって。いや、もうこれは実はこれが私の究極の一品ですので、うん、この甲冑だけをいつも身につけてございます。大体みんな一両でございますな。はい、
やっぱりさっきね言ったその紙なんで壊れてきちゃった時はやっぱり慌てて作ろうって使うとか新しいのを作るとか。ありがとうございます。先ほども話したので、はい、今年60回も出動したので、うん、あちこちが壊れてきて、まあ、それを直しながら直しながら大事に使っておりでございます。そうですか。まあ時間もね、過ぎてきてしまったんですけども、最後になんか一言ずつありますか。は、一言ずつでいいです。36役になりきって頑張るでござる。はい、何かありますか。拙者はそのまま正幸でござる。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。かっこいいですね。ありがとうございます、はい、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あ、いいの、はい、ご苦労様でした。ありがとうございます。いいね、かっこいいっすね。当然のござる。当然、あ、恐れ入りました。いえいえ、うん、ありがとうございました。まあ、いろいろとね、出陣が多くて羨ましい限りって感じだね。ありがとうございます。はい、そうしましたらですね、来週じゃなくて、お知らせですね。はい、この12月の23日両方なんですが、片方はですねクリスマスミニコンサート、これね樋口家住宅でね、1時半からやりますね、それがまたぜひお出かけいただきたいなというふうに思います。それからですね同じ日なんですが、これも同じ、12時から12時半から受付やっておりましてですね、真っ白地震観測所入り口で、受付やっております。宝珠に夕日が沈む光景を見る会という形です。これ毎回やっておりますけれども、あれですね、皆さん参加いただければありがたいなというふうに思います。地震観測所の近くの駐車場ですね、お集まりください。はい、はい、来週はですね二本松さんでここへ来てますので、どうぞ。いい、二本松さんちょうどいいって、いいじゃない。そう、じゃあですね来週はね二本松さん、もう嫌だよって言うからしょうがないね。はい、来週はですね真っ白観光、親善大使、さっき小松姫ね一緒にやっておりましたですね、はい、夏以降の、ね、活動を振り返ってっていう形で、牧野さんそれから平田さん、お二人来ていただいてですね、その活動を振り返るという形で二本松さんパーソナリティで行います。今日本当顔出してもらうといいんですけどね、ちょっとね遠慮してて、はい、そんな形でございます。はい、じゃあ刀ちょっと見せていただいていいですかね。では次週も皆の者こちらか見るのでござる。いいね、ありがとうございました。では来週ね、ね、はい、じゃあ英語で、英語で、英語でよろしいですね。はい、では抜刀、勝ち時だ。ほう、えい、えい、ほう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ちょっとフライングしちゃって。